こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、私的にすごく寂しいニュースがありました。まあいろんな芸能人の方とか有名人の方がお亡くなりになるたんびに、あ、この人誰なんだろうなと、私結構知らないんですけども、今回はですね、久賀友志さんなんですけどもね、まあこの名前も何度読み返してもなんて読むんだったかなといつも思っちゃうんですけども、すごく麻雀の漫画の中では有名でですね、まあ私が物心ついて麻雀覚えたての頃、小学校6年生とか中学1年生の頃だったかな、一番最初に目に留めた漫画がまあこの人の作画だったと思います。で、こういう風に記事に綴られてるんですよ。天杯原作者、死去65歳、先月には急性リンパ白血病で緊急入院していたということで、まあ順調にね、漫画天杯っていう漫画を書き続けていたのかなと思ったんですけども、そうですか、先月にはねこういうことがあったんだなと。うん。で、記事は続きます。天杯などの漫画原作者、8日に亡くなったことが Facebook で発表された。65歳ということで、まだお若い年齢だと思います。8日ですよね。今日が11日ですから3日前ということでした。まあ、Facebook では次男の江端アリ、これなんて読むんですかね、が代筆する形で、こういうふうに綴られています。令和4年5月8日江端博之は午後6時34分息を引き取りました。漫画原作者として孤独に作品に向かい続け、麻雀打ちとして一打一打に魂を込め、父として家族を支え続けた65年と175日、堂々たる生き様でありました。偉大な彼の人生を心から尊敬するとともに、旅立ちが安らかであることを祈ります。生前父を支えてくださった皆様、応援してくださった皆様に心より感謝申し上げますと伝えられましたと。その後記事は続くんですけども、ちょっとね、言葉が詰まって私も言葉にならないんですけども、まあね、麻雀に限らず全ての作品っていうのはその原作者の意思が込められていると思うんですよね。で、それを作品を通じてどのぐらい受け取れるか、どのぐらい自分の人生に生かせるかみたいなことを、まあ大げさかもしれませんけども感じながら、私もこの方の作品を読んでいたつもりでございます。まあこと麻雀にとどまらずですね、人生とは何なのかなとか、勝負ってどういうことなのかなとか、かっこよさとか男らしさってどこにあるのかなとか、青春時代からこの方の作品を通じて私も受け取ることが多かったですね。はい、まあ多くを語ることはできませんけども、思い出すことは多々あります。今天杯という作品は114巻まで、発行されているらしいんですけども、こちらの作品がね、今後どうなるのかっていうところもすごく注目したいところですけども、まあ何にしてもこの天杯という作品は、まあ、全てのね、麻雀に関わる方に大きな存在となって心に打ち立ててくれてるんではないかなと思いますね。まあ、すごい人だと思います。本当に心からお悔やみを申し上げ、それから感謝をしたいと思います。ありがとうございました。